千歳市内2004年5月18日、北海道千歳市南西部の四骨湖に源を発し、東に流れる。千歳の市街地で北に向きを変え、石狩振興局と空地総合振興局の各、管轄地域の境界を流れ、江別市王子の王子特殊市江別湖上横で、石狩川に交流する。行政会は、江戸時代、支流の島松川を境に、上流側が、東江戸地、 下流側川が西江戸地に分けられていた。マサ藩が両江戸地を統治していた時代は、行政界を契機とした問題は特段生じなかったが、18世紀末に江戸幕府が東江戸地を事実上直轄地化した際には、支流の伊ザ川に裏絵をかけていた石狩川のアイヌの漁業権が否定される事件も生じた。明治時代にも、 島松川を境とした行政改区分は引き試みられ、上流側が胆振国、下流側が石狩国となり、その後成立した市町村会もこれに沿った地質、平野部の標高差がない地形や石狩川の高い水位の影響で洪水の発生が多い。支流内別川の水は日本の名水百選に選ばれている。1937年までは、 夕張川と合流した後に、石狩川に注いでおり、その合流点から石狩川までの間は、江別川という名称であった経緯から、下流の江別市では、江別川と呼ばれることもあるが、現在ではあまり一般的ではない。上流の四骨湖から流れ出る地点に、1908年から1951年に運行し、現在は廃線である王子京弁鉄道の鉄橋が、歩道橋としてかかる。 その北岸には、四骨湖温泉がある。上流部の谷は深く、王子聖子が5つの水力発電所を置いている。詳細は、王子製紙水力発電事業を、参照秋には、鮭が遡上する。千歳市の鮭のふるさと千歳水族館では、インディアン、また、千歳鮭のふるさと館は、千歳川の水中を展望できる部屋があり、鮭の遡上時期では、窓いっぱいに鮭が遡上するのを見られる。 シーズンオフでも季節に応じた魚が見学できる。アイヌ語では、シコッペと呼ばれていた。この場合のくぼみとは、シコツ湖や、下流の低湿地ではなく、千歳川が開作した谷間のことである。この、シコ、に漢字を当て、当初は、シコツ川と呼ばれた。1805年に、当時のシコツ、場所担当だった函館奉行町駅並山田湖、氷江上みつるが、シコツは、 死骨に通じ縁起が悪いとして、函館奉行旗西洋に新しい川の名を依頼し、旗は死骨の地に多くの単調が生息していたことから、鶴は千年、亀は万年の古事にちなんで、千歳川と改名し、後に千歳の地名の由来となった。現在、死骨の名は、死骨湖に残っている。千歳川放水路、計画1981年に発生した。 観測上最大の大洪水を契機に、1982年、北海道開発庁により、千歳川から太平洋に人工水路を作る、千歳川放水路計画が発表された。しかし水路建設予定地には、ウッド内湖などがあり、自然環境への影響が大きいとして、自然保護団体等が反対。1999年に千歳川流域治水対策検討委員会による、 中止案がまとめられ、これにより計画中止が決定した。2004年現在は、堤防強化と遊水地の併用による、代替案による、治水事業が検討されている。北海道千歳市、夕張郡長沼町、江庭市、北広島市、空地郡南路町、江別市括弧内は、流域の自治体苫小牧市上管 P585、未適地と鉱山専用軌道の位置考察。 中尺産アイヌゴラテン本寺、シコットペットハット ABC、歴史散歩チトセ、チトセ市。2017年4月12日閲覧、アイヌゴ知名リスト5から、シブ P51 から 60P、アイヌゴ知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月19日閲覧、アイヌゴ知名リストセ、月が P71、アイヌゴ知名リスト。 北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月19日閲覧。ありがとうございます。